皆さんこんにちは、青木美沙子です。今日はメロディーバスケットさんと青木美沙子のコラボのこちらのコートをご紹介していきたいと思います。ということで今回3色展開でコートをコラボさせていただきました。今回の、コートなんですけど、スイートプリンセスコートというコートの名前になります。で、私が今着ているものがピンクと、あとサックス、後で見せるんです、着てみるんですけど、サックスとあと黒、こちらが黒になります、の3色展開になっています。で、今回は、ちょっとね、丈が普通の、前回のというかコートよりも長めなので、ちょうどメロバーさんのワンピースを今私着てるんですけど、隠れるぐらいの長さになっています。着丈が105センチになってます。で、ウールが 80% でポリエステルが 20% になっています。で、こちらの受注なんですけど、8月の25日水曜日から9月の12日の日曜日まで、で、お届けが11月の中旬になっています。ということで、ちょっと近くに寄っていただきたいんですけど、こちらのメロディーバスケットさんのオリジナルのレースがついています。こことここについていて、あと胸、襟元にもついていて、とてもクラシカルな感じになっています。そしてこちらリボンがついてるんですけど、こういうふうに取り外しができるようになっています。で、後ろはこんな感じでちょっとベルトっぽくなってるので、ちょっとキュッとする感じなので、少しその下が A ラインに見えるので、着痩せ効果があるんじゃないかなと思います。で、パールボタンがたくさんついていまして、下までこういう感じでボタンがついてます。で、こちらを脱ぐとめちゃめちゃ可愛い裏地が出てくるんですけど、感じで、はい、こちらが、以前私が出させていただいたコラボのワンピースのちょっとだけモチーフが変わってるんですけど、この裏地に使われているので、こうやってワンピースというかコートを脱いだ時にちょっとこう裏がちらっとこう見えた時でも、すごく上品で可愛いデザインになっています。はい、続いて、サックスを着ていきたいと思います。はい、こちらアップ目で見ていただければと思います。メロバスさんのオリジナルレースがすごく可愛くて、襟元についているのでとっても可愛いです。そして黒はね、特にレースが目立つので、そちらも上品です。私は一押しのピンクですね。ピンクの色味も優しいので、肌なじみも良くて可愛いんだけど、クラシカルに着れると思います。袖にもレースがついていたり、ところどころレースとかパールがついていて、とっても可愛いデザインです。はい、続いてサックスを着てみました。ちょっとグレーがかった薄めのサックスなので、あんまり濃い感じじゃなく、くすみ系の色なので、結構肌なじみも良くて、クラシカルにも大人っぽくも着れるサックスカラーだと思います。そして今回私、中にエミリーテンプルキュートさんのクマちゃん柄を着てるんですけど、結構長めなんですけど、それも隠れるぐらいの長さなので、最近長めのワンピースとかジャンスカとか増えてると思うんですけど、それも全部隠れるサイズになっています。そしてポケットもね、両サイドについていて、ポケットの入り口にもレースがついているので、そこがポイントになってとっても可愛いと思います。ここにね、携帯とかも入れれるので可愛いです。そしてこのボタンなんですけど、こうね、パチッパチッと取って、これを全部外して、このリボンなしで使っても可愛いと思います。そしてリボンを取って、まだ12月とかはそんなに寒くない日とかもあると思うので、そういう時はちょっと開けてね、こう着ても
可愛いんじゃないかなと思います。白はこんな感じです。結構長さが本当に絶妙な長さですごく可愛いので、長すぎると結構重いコートになっちゃうと思うんですけど、今回のコートは本当に膨張もせずに重くもなく、すごくちょうどいいサイズ感なので、ぜひ皆さんにも着ていただきたいなと思っています。はい、今回こちらのサックスカラーの方の裏地はサックス系の色味になっています。先ほどのピンクの色味は結構中がピンク系の裏地だったんですけど、こっちはちょっとホワイトというかきなり系の 色味で、結構このコートと色味を合わせている感じになっています。この裏もね、すごく上品で可愛いオリジナル生地になっているので、こう脱いだ時も本当に上品に可愛く着れると思います。で、今回再受注になっているんですけど、こちらのナイチンゲールレースヘアクリップというのが、また再受注が決定いたしました。すごくね、前回も好評でたくさんご予約いただいたんですけど、そういうこともあって今回再受注という形になっています。で、こちらの方はお値段税込みで6490円で、アイボリーの一色になっています。で、こちらは綿 100% で、こちらもこのコートと同じで8月の25日の水曜日から9月の12日日曜日までの受注予約になっています。こちらのね、レースは本当に今回私がやってるように、この三つ編みのドーナツヘアをやるとすごく可愛いので、めちゃめちゃ簡単だしおすすめです。で、今回みたいにこうちょっと可愛いワンピースでもいいですし、クラシカルなお洋服でも何でも合わせられる万能なクリップになっているので、1個持ってると季節感も問わず春夏秋冬いつでも合わせられると思いますし、ちなみにね、このコートのこのレースの色味もちょっときなりがかっているので、セットで使ってもすごく合うと思います。ということで、前回買えなかったという方、ぜひぜひチェックしてみてください。こちらの商品も受注予約制なので、予約しないと買えない商品たちになっているので、ぜひぜひチェックしてみてください。続いてスイートプリンセスコートの黒を着てみました。黒はめちゃめちゃどのお洋服にも合うし、本当にお仕事とかにも着ていけるような色合いなんですけど、今回このレースがね、ついているので一番レースが目立つのは黒かなと思います。結構汚れも目立ちにくいので、黒のコートはとっても毎年人気がある色なんですけど、今回はプラスしてレースがついているので、クラシカル感も出て上品な感じのコートになっています。感じです。で、後ろもこんな感じで、ここにねリボンがついてることによって結構キュッと締まるので、全然きつくはないんですけど、シルエット的に下が A ラインになっているので、すごく着痩せ効果があると思います。で、ポイントにね、レースが手先とあとポケットと襟のところについているので、そこもすごくポイントになって、あんまりこうコートってどうしても派手になりすぎちゃったり、逆にシンプルになりすぎちゃったりっていうのがあると思うんですけど、すごくちょうどいいデザインになっています。と、丈の長さも本当にいいデザインなのですごく全部が隠れるサイズ感になっています。で、今回もこの裏地をね見せたいんですけど、脱いでみると、そう、黒だとねパールのボタンもすごく目立つんですよ。このねパールボタン丸くなっていて、すごくボタンがしやすいので早着替えもできると思います。で、こちら黒の方はピンクのねこちら裏地がついています。なんかピンク黒ってすごい可愛いと思うんですけど、ちょっと黒でね締まっている分、中はちょっと可愛らしいピンクが、ピンクなんですけど、生地感はすごくデザインも大人っぽい生地になっているので、デザインなので
本当に30代でも40代でも50代でももちろん年齢関係なく着こなせる色味だと思います。やっぱり脱いだ時にこうちらっと裏が可愛いとそれだけでもすごく上品だしおしゃれに見えるので、こちらの黒のコートもめちゃめちゃおすすめです。はい、ということでメロディーバスケットさんと青木美沙子のコラボのこちらのコートなんですけど、こちらは9月の12日までの受注予約の受付になります。こちらも受注しないと買えないお洋服たちになるの、あ、お洋服コートになるので、ぜひぜひ皆さんチェックしていただければと思います。そしてまたインスタライブとかもやらせていただくので、そちらのアーカイブとかもぜひご覧いただければと思います。はい、ということで私のこちらコートすごくこだわっていて、特にこだわっている部分はレースもそうなんですけど、デザインとかと丈の長さが結構今回は新しいかなと思いますので、今まで持っているエミキュさんのお洋服とか、あとメロバーさんのコート、あ、お洋服とかにもすごく合うので、ぜひぜひ皆さんも試着とかしてみていただければと思います。ということで青木美沙子でした。それではバイバーイ。最後はくるくるロリータでお伝えしていきます。いつもの回転の様子です。はい、こんな感じでベルトリボンのベルトを外して、結構ねボタンも外しやすいのですぐに着脱できると思います。そして裏地がこんなに可愛く見えちゃうっていうのを強調してやってます。はい、近くから見るとこんな感じです。今回はサックスと黒とピンクの3種類3色展開になっております。美沙子はピンク推しです。続いてはサックスでくるくるロリータをしました。サックスもアリスっぽくて可愛いです。そしてこちらはナイチンゲールレースクリップです。こちらも大人気です。最後は黒です。黒は本当に大人っぽくてレースが目立って可愛いコートです。